江ノ島駅は神奈川県藤沢市片瀬海岸一丁目にある江ノ島電鉄の駅。駅係員常駐駅である。駅番号は安令6。駅長と主席助役所在駅。全線の15駅は当駅で管理している。その他の駅係員常駐駅には各々の助役が所在し、自駅と隣接無人駅を管理し、主席助役の補佐をしている。当駅は 江ノ島電鉄の陶器場における本店所在地であり、校内には江ノ電本社事務所、乗務員区、電気保線所も存在する。乗務員区が隣接しているため、乗務員の交代も当駅で行われる。車両ので、入庫や点線の際は係員が手動でポイントを切り替え、手端などによる合図で入れ替えをするという、首都圏では、ほとんど見られなくなった方式が取られている。 一番線ホームの待合室は、江ノ電の資料や友好関係にある台湾国鉄平系線関係の展示物や、N ゲージジオラマ2007年9月まで運用されていた3 0 0系3 0 3号車の先頭部が保存されている。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、駅員配置駅である。ホーム同士は構内踏切で結ばれている。2006年9月、 首都圏でのパスもと、追加対応開始に伴い、自動改札機が設置された。2019年4月に完工した、リニューアル工事では、2番線ホーム、藤沢方への改札口の新設、トイレの全面様式化、液照明の LED 化、コインロッカーの増設及び木製ベンチの設置などが行われた。鎌倉方には3本の留置線が設けられており、 手動の分岐器を介して一番線から出入庫が可能。朝5から6時台に当駅始発の列車があり、出庫作業や点線が見られる。逆に21から23時台に当駅止まりの列車があり、入庫作業や点線が見られる。また、日中でも車両交換や分割併合の車両ので入庫や点線が行われることがある。当駅始発の列車は逆線出発の時もある。 2019年度の1日平均乗降人員は1万9 7人であり、江ノ電全15駅中3位。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は下表の通り。駅前にある江ノ島駅が最寄りバス停。この太平洋機動区間近くにある流行寺、流行寺も利用可能。徒歩連絡により、下記の路線へ乗り換え可能だが、連絡運休は行われていない。 なお、片瀬江ノ島駅までは徒歩8分ほど要するので乗り換えにはあまり適していない。当駅鎌倉方の流行寺交差点により、腰越,越駅まで平洋軌道となる。ありがとうございます。